それではただいまから、東日本大震災における、本市派遣職員報告会を開催いたします。はじめに、高島市長よりご挨拶がございます。皆さんこんにちは。日頃から今日もお疲れ、1ヶ月経ったんですが、いまだですね、13万人を超える皆さんがですね、避難生活を余儀なくされているという状況にございます。まあ、そうした中、福岡市としても震災が起きた直後からさまざまな形で、職員が現地に向かってですね、活動させていただきました。特にですね、災害発生の初期というのは、どんなに助けなくても一般市民には、その力を発揮することができない。やはり災害発生初期はまさに、普段からですね、市の職員もそうですけれども、専門的な技能技術を持った、経験とそれから技術というものが必要になってくるわけでございます。そうした中で、まず、救助救命、そして、給水、さらに健康相談ですとか、心のケア、そして、上下水道等のですね、下水道の調査、そういったさまざまな形で、職員が現地に行って力になってきたわけでございます。私は市長としてそういった活動してきた皆様の報告というのを個別に聞いておりました。ただその時に感じたのはですね、やはり、派遣された職員からの生の声の報告というものはですね、これはこれまでさまざまな形でテレビや新聞等々でも報道は見てきたんですが、なかなかやはりそういったものでは感じることができない現地の様子というものを、その言葉の中からたくさんのことを感じることができました。こういった現地に派遣をされた職員のですね、経験とかそういったものは間違いなく今後の復興支援にあたって力になる、この経験は必ず生かさなければいけないわけですし、また福岡の街づくりにおいても被災地で経験してきたこと、感じたこと、これを福岡の防災計画、そして街づくりにいかに生かしていくかということがこれから大切になってこようというふうに思っております。そういった思いを込めてですね、今日はこういった全体としての報告会を企画いたしました。また実はこの派遣された職員の経験というのは私たち職員だけのものではありません。私たちは福岡市民を代表として、被災地に派遣をし派遣されていったわけでございます。こうした被災地での経験というものは私は福岡市民全体に還元されるべきだというふうに思います。そういった意味から今日ここで報告をしていただく、その内容に関しては動画で撮影をさせていただきまして、そして先日オープンいたしました、福岡チャンネル、これは YouTube でですね、この報告した内容は広く市民並びに全世界に向けてですね、発信をしていきたいというふうに思っております。そして私たちが経験したこと、そういったものを広くですね、福岡市だけではなくて全体として街づくりの参考になればというふうに思っております。そしてまたそれが私たちの使命かというふうに思っております。これからまだまだ、職員の皆さんにはですね、いろんな形でご苦労をかけると思いますけれども、本当に私たちが福岡西方沖地震で全国の皆さんから支援をいただいた、そのご恩返しをするときは今、そして同じ日本人として今公務員として、まさに今力になれるときだという意識を持って、これからも東日本大震災に対する支援に臨んでいきましょう。また今福岡市の職員とそれから市民と一緒になったボランティア組織、これも実はまさに結成をしているところでございます。福岡元気応援隊ということで、市民と市の職員が一緒になって現地で活動をさせていただいております。ぜひですね、業務上のもちろん派遣もありますけれども、ボランティアとしてぜひ、これは現地でですね、活動をする、これせっかくチャンスですから、ぜひ多くの職員の皆さんにですね、この活動にはボランティアなんですけれども、ぜひ参加をしていただきたいというふうに思っております。そのためにボランティア制度も拡充いたしまして、
現地に行けるようなですね、体制も整えております。私たちが持っている力、ぜひですね、被災地に行っていろんなことを感じて、また町づくりにフィードバックしていただければということを私としては願っております。どうぞ現地に行った職員の声を今日はじっくりと聞いて、それぞれの部署で何ができるかを考えていただきたいと思います。私からは以上です。